どうも、エルザレットです。それではトーエムやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、タイトルにある通り写真を撮って冒険しようというゲームになってまして、まあ結構写真家になるような感じのゲームなのかな、なのでまあこちらの方やっていこうと思います。基本的にはゲームオンだったりとか、まあ BGM だね、 BGM とか、まあ色はモノクロなので、まあ表現とかね、そのあたりがすごく楽しみな作品なのかなと思いますので、早速やっていきたいと思います。お、自宅かな。あ、すごいテレビの音聞こえる。いや、あれラジオか。ほい、インタラクト。あー、この子主人公だね。これ何？あ、早速、リュックサックだって。旅の必需品。何これ何これでも人間はやっぱいるみたいな感じだね。外のフォトフレーム。アルバムを持っていないため、フレームに写真を入れられない。おお花だけが見えるっていうね。あー、なるほど。うわ、回転するね。ちょっと待って、それはさ、あー、見た見た、パソコンの方見たね。ランダムなんだね。うわー、後ろにさ、パソコンの裏にこういうロゴあるとさ、だいたいあの製品っぽい感じがするよね。真似たいんやろかな。よし、こっち行こう。あれ？なんか、ヘッドホン。はいはい。あー、曲が流せるんだ。へぇー。あ、まあまあまあ、一旦、聞かずにこのまま行こう。あら、部屋から出てきたのね。あなたが夢見ていた日がついに来たのね。なんだか信じられないわ。今日から始まる冒険の目的は魔法のような現象を見ること。その名もトーエム。あ、タイトルがそれなんだ。現象の名前なんだ。気分はどう？あ、こういう時はワクワクするよね。そうこなくっちゃ。若い頃の私にそっくりだわ。ところで、私は一度しかトーエムを見たことがないの。場所はキールバーグ山岳地の一番高いところだったわ。おう、ちょっと見せてあげる。ああ、写真が山ほどあるわ。でも見せたかったのはこれなのよ。おお、なんかすごい、すごいのだけはわかる。綺麗でしょ。覗き見はそれくらいにしておいて。どうせ自分の目で見ることになるんだから、私の写真は見なくてもいいわよね。そういうわけで、あなたに渡したいものがあるの。はい、カメラゲットー。ダイナミックなズームができる古いカメラ。私が旅を楽しんだように、あなたにもこの旅を楽しんでもらいたいの。このカメラは本当に役に立ったのよ。さあ、試しに写真を撮ってみたら。写真。感覚。あ、すごい。一応、ジャイロ対応してるね。今回 PS5 版をやってるんだけど、それでもジャイロが使えるようだね。あちゃん、近っ。自分の位置は変えれないのか。じゃあ、はい。最初はおばあちゃん。写真を見せてちょうだい。はい、どうぞ。あら、いいわね。才能があるね。ははは。ははってバカにされた感はあるけど。とにかく、外に行こう。はーい、外ですね。これは、おばあちゃんが、早く孫に外出て行ってもらいたいから、みたいだね。感じで、カメラとか旅させるんかな？いいね。こうやって見るといい写真だね。ちょっと、そうなったらさ、自分の部屋にあった、写真とか、あ、やっぱ撮れる。あー、なんか撮れるものっていうか、こう、反応するものがあるね。あ、撮ってみましょう。ぼやけるのが気になる。
はい。なんだろうね。何のトロフィーなんだろうね。ああ、はいはい。何も入ってないっていうやつ。こっちか。あ、外だ。旅を始める前に移動手段について知っておきましょう。はい。この人が助けてくれるわ。お猿さん。私はあっちで待ってるわね。あっちで待ってる？いや、ホームランドへようこそ。ここは心温まる故郷だよ。旅に出たいのかな？まだ大丈夫です。騙されないよ。ちょっと、違う違う、動物写真撮りたいなと思って、上アヒルとかいるじゃん。ヒヨコなのかな？ヒルなのかな？鳥いるからね。コミュニティに協力してくれた人は無料でバスに乗れるよ。君はやる気満々みたいだね。さあ、これをどうぞ。トゥン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 。コミュニティカード。それはコミュニティカードだ。みんなを助けるときにこれを見れば状況を確認できるよ。スタンプを集めると無料でバスに乗れるよ。スタンプが1個集まったら次のバス料金が無料になるからね。もちろんそれ以上集めてくれても構わないよ。頑張って集めてね。ありがとう。パッと。あそこなんかカタツムリの、なんかラメっていうか、なんだろうね。レアがあんの？あ、躍動感あっていいっすね。あ、話せる。チューされた。なんか特殊なのかな。でもなんかその乗るときと乗らないときの差があるね。何なんだろうね。まあとりあえず適当に撮っちゃって、あ、なんかある。グッズ硬そう。短距離を歩くのには最適。歩くのが遅くなるよ。え、歩くのが遅くなる。ほんとだ。ちょっと待って、しかも音がさ、すごい、ちゃんと音が鳴るようになってる。バスに乗りにスタンプがいるのなら私にも手伝わせて。私の写真を撮ってみて。いつでもいいわよ。おばあちゃんの写真を撮ろう。お、またおばあちゃん、おばあちゃん十分好きだろ。そうだな。はあ、はいはい。スポットを発見。心温まる故郷。あ、で、いい感じに撮れたね。はい。撮れました。これで一応目標達成って感じか。あら、いいわね。素敵に撮れてるわ。とっても若く見えるわと。あーでもらえるんだ。あー、じゃあど真ん中、まあ、最初のスタンプはね真ん中にドーンってね。また後でね。はい。君誰？いやー、お若いの。旅に出るらしいね。君のためにプレゼント用意したんだ。昔はわしもそれを履いていろんなところへ行ったもんだ。もう見つけたのかい。すいません。なんかすいません。よくやった。自分でこうしていくんだ。これ重ねれる？重ねれるね。じゃあこの並びにしとこっか。これがもともと2つの木の塊だったなんて信じられないだろう。しかもそれが君と一緒に旅に出るなることは、はあ、ははあ、嬉しいみたいだね。ニコニコしてた。これ自転車は取れないの？一
チリン、チリチリンって、いいね。これまた、あれ？中ある？いや、これ多分移動ができるだけか。そうだね。音が気持ちいいなぁ。ハイキングレディ。いいね、曲がいいね。こんにちは。スタンプを何個集めたか見てみよう。おお、見事。必要なスタンプを集めたからバスに乗れるよ。新しいカードをあげよう。おお。うほーって言ってたね。細かいね、そうやって見るとね。商人としてフレイカードにスタンプをしたよ。これがあれば無料でバスに乗って次の地域まで行ける。ああ、じゃあ、各地でスタンプ集めて、バスに乗れるようにするっていう流れなんだ。一通りね。で、バスは？ちょっと待って。ホームランだ。記念にね、取っておこう。朝を待つ目的地は？はい、オークビル、森の住民のためのコミュニティらしいです。で、行きましょうか。それでは、いい旅を。待って。あ、おばあちゃんも奇遇じゃん。さあ、これでいいわね。大冒険が待ってるわ。充実した旅になりますように。気をつけてね。私は家であなたの帰りを待ってるわ。いやー、いいね。早っ。主人公喋んないからなんかあっさりしてるね。オークビル。この辺に綿玉があるはずなんだ。綿玉。綿玉。あ、ちょっと待って。手振ってくれるんだ。リアクションあるのいいね。ぶち切れてる。やだな。なんか、やってみる？やってみる？せっかくだし。ほら。ん？何見てんだよ！まあ、そうなります？あっち行き！写真には題名をつけられるよ。覚えておいてね。そう。動物系はなんか今みたいな感じになるっぽいね。じゃあ、話聞こっか。いや、オークビルへようこそ。ここは森の住民のためのコミュニティだよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。探検しに行って、スタンプが集まったら戻ってきてね。スタンプが7個。あ、増えたね。急にね。次のバス料金が無料になるからね。7個か。7個って言うけどさ。スタンプ、あ、パパラッチになろう。DJ、はあ、花になる。まあ、こんな感じで、あ、てか7個以上あるんだ。すげえ。アルバムも256枚まで OK らしいね。牛、タト。こんな感じで、細かくあるんだ。すごいね。取れるものはガンガン取っておいた方がいいって。ハイキングレディには新しい音楽が追加されたよ。ちょっと待った。これ、動いてる？動いて？動いてる？ちょっと待ってね。動いてるね。じゃあ、ちょっと待ちます。さあ。ゴールに触れた。ゴール。
あいよ。で で、ちょっと待って。結構待ったんやけどさ。これで終わり？マジで？これで終わりなのかい？君。ああ、終わりなのか。何も得られるものはなかった。あ。悪そうだな。ゆっくり確実に。あ、トロフィーゲットした。やっと。ちょっとね、ピシューンって言った瞬間見れなかったってこと。マジか。あー、マジかー。それはショック。これショックだなー。だってね。あー、ちゃ、近づけたいね。こっち。森の鳥は黒いね。あ、なんだろう。あ、私たちはフォト、わあ、わあ、フォトチャレンジクラブだよ。はい。とっても楽しいフォトチャレンジを用意してるんだ。フォトチャレンジに参加する？まあ、やろっか。いいね。カートにチャレンジを追加しておいたよ。これはちょっと難しいかも。頑張って。フォトチャレンジ。とっても小さな兵士。ああ、なるほど。え、これ？チャレンジに関係あるものは映ってないよ。そうか。これ、正面行ってみようか。お。やっぱ怒ってるんやな、君基本ね。あ、猫ちゃんいる。基本猫ちゃんはね、かわいいっすから。あー、サボテン。やべ、話しかける前にもう、写真が止まらんね。ちょっと待って、これなんでリアルなの？え？何？なんで急にこんなリアルなやつあんの？ああ。と、チリン。おはよう。森だからクマさんか。すみません。とっても疲れていて、ウォークホテルへようこそ。何かご用で？あら。カメラお持ちなんですか？実はホテルの新しい宣伝用写真が必要なんです。このホテルをきれいに撮ったものがいいと思ってるんですよ。ホテル全体が写った写真です。もちろんお礼はしますよ。じゃあやろっかなー。意外と、あれだね、曲は流れないっていうか、この流れないタイミング多いんだな。ホテルの写真ですね。まあ、これぐらいは、慣れたらちょっと待って。おー、こんなホテルだったんだ。しゃ、これでどう？あとね、ちょっと、おじいちゃんには悪いけど、脱ぐわ走れない。はい、どうぞ。これは間違いなく私のホテルですね。でも少し近すぎ、え、近い？ホテル全体が写った写真がいいんです。そうだ、そう遠くないところに展望台があるんです。ホテルの外にある看板に従って進めば一番上にたどり着けますよ。あー、こんな離れたやつがいいんだ。ああ、参ったな。何もかもうまくいかないな。池で泳いだ後、濡れた靴下を干して乾かしてたんだ。はあはあはあ。そしたらお気に入りの靴下がどっかに行っちゃった。ついてないよな。はあ。やっぱ裏ありますよね。発見、フォームフィンガー。指を刺すのは失礼だ。
そうきたか。そうきたか。指を刺すのは確かに失礼。あら。お利口さんは誰かなって。意外と、お利口さんだったね。じゃあ看板に従っていくのがいいのか。じゃあこっち。リスだ。雰囲気はなんかあれだけどね。ん？何これ？全然、日が当たってないけど。なんだろうね。おお。いいね、曲ね。ああ。サントラとかなんかすごい良さそうだね。すごい、すごいロック音が。これ待ってたらなんか出るのかな。いたいた。全然気づかんかった最初。おい、あ、ちゃいや、一緒にかくれんぼしない？いいよ。やったー。この狩猟島に登って仲間を探してみて。はいはいはい。これを合わせるだけでいいんだ。どうやって見つけたの？かくれんぼが得意だなんて。そんな。そんなわかりやすいの。ねえ。大人になったらもう手加減しないからね、子供のかくれんぼは。ガチで見つけいくから。動かずに立ってたのにな。右側の人に比べたらまだね、ちょっとね、隠れきれてないよね。いたうまく隠れてたのに、あの古いカメラさえなければ見つからなかっただろうな。うん、それは難しかった。あんなにズームできるんだもん。みんな見つかったよ。君はかくれんぼの達人だ。あ、スタンプだ。以上。ここから。初めてのスタンプだね、なんだかんだ。おお。ああ、お前たちのせいでおかしくなりそうだ。もう出ていくって。ああ、なんか来た。そこの君、これをあげよう。幽霊サングラス。不気味だけどかっこいい。幽霊と話せるんだよ。へえ。じゃあ、はい、装備。幽霊のせいで困ってるんだ。あ、見えるね、左上ね。あ、そのサングラスをかければ幽霊が見えるよ。でも気をつけて、あいつらしつこいんだ。サングラス自体めっちゃかっこいいんだけどね。プンプンしてる。あ、じゃあ、今回ここまでしましょうか。ちょっと霧がいいんでね。ちょっと次回は幽霊とか、大骨くんとか話したりしてみようかな。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。また次回やっていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。